レオニス・マーティン・タパネスは、キューバのビジャクララ州、コラリージョ出身のキューバ系アメリカ人のプロ野球選手。右ト左だ。現在は、NPB の千葉ロッテマリーンズ所属。NPB での登録名は、レオネス・マーティン。愛称は、イカリ。キューバでは2005の2006シーズンから、国内リーグセリエナシオナルデベースボールのナランハスで、ビジャクララに所属していた。 2007から2008シーズンに飛躍し、このシーズンの首位打者であるヨアンディガルロボとわずか後、猛サの打率398を記録した。2009年3月に第2回 WBC のキューバ代表に選出された。この大会では第4の外野手として存在感をアピールした。世界大学野球選手権でのマーティン2010年9月に東京で開催された第5回世界。 大学野球選手権大会にも出場。チームは優勝し、決勝戦終了直後に亡命した。メキシコで居住権を確立した。2011年5月3日に、MLB のテキサスレンジャーズと5年総額1500万ドルの契約を結び、入団した。9月2日のタイボストンレッドソックス戦で、MLB 初出場。2012年6月15日、上原浩二が、 故障者リスト入りしたために最小を隠した。2013年は、クレイグ・ジェントリーとのツープラトンで起用されていたが、5月以降は、中堅守の定位置を獲得した。最終的には147試合に出場し、規定打席に達して打率、268本塁打、49打点、出塁率、313という打撃成績をマークした。また、 メジャートップの11番とアんだアリーグ5位の36盗塁を記録した。シーズンオフには自身の亡命を手助けしたことを口実に金銭を揺すり取っていたメキシコの組織相手に訴訟を起こした。2014年引き続き中堅のレギュラーを務めて155試合に出場。打率は274、7本塁打、40打点、31盗塁だった。 バントアンダでは、リーグトップの17本を記録した。野球以外では、前年に起こした訴訟で勝利し、主犯格の人物に、懲役刑が課された。2015年は95試合に出場したが、打撃不振に陥り打率、219に終わった。出場試合数の減少もあって、30盗塁以上は2年連続でストップして14、盗塁に終わった。 2015年11月16日に、トム・ウィルヘルムセン、ジェームズ・ジョーンズ、後日発表選手のパトリック・キブルハンとのトレードで、アンソニー・バスと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。2016年、マリナーズでは、センターのレギュラーに抜擢された。143試合に出場し、打率、247、キャリアハイの15本塁打を記録したが、149、三振を喫した。 また24投塁を決めて、通算100投塁を達成した。2017年も開幕より、アクティブロースター入りしたが、15試合の出場で54、打数6安打、打率、111に止まり、4月23日に、戦力外、27日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級タコマレーニアーズ、へ配属された。7月30日に、メジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。8月23日に再び戦力外となり、25日にマイナー契約でトリプル A 級タコマイ配属された。2017年8月31日に後日発表選手、または金銭とのトレードでシカゴカブスへ移籍した。この年は2球団合計で49試合に出場して打率。十二点三本塁打九打点。 7盗塁の成績を残した。オフの11月6日に40人枠を外れる形で、参カの AAA 級アイオワカブスへ配属された後、翌7日に FA となった。2017年12月5日にデトロイトタイガースと1年175万ドルで契約を結んだ。2018年7月31日にウィリ・カストロトゥのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。また、 アメリカ合衆国の市民権を取得した。2019年6月22日にリーフとなり、27日に FA となった。2019年7月14日に NPB の千葉ロッテマリーンズがマーティンの獲得を発表した。7月26日に入団会見を行い、背番号は79、ユニフォームのセネームはエルマーティンになることが発表された。 同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でデビュー後、翌日の同体戦では来日初となる決勝の2点本塁打を放つなど、6試合で3度のお立ち台に上がる活躍を見せた。8月1日の対オリックスバファローズ戦では、サヨナラ勝ちとなる押し出し支給を選び、9月11日の同体戦では1試合2本塁打を記録。52試合で14本塁打の超打力は、 チームの後半戦の起爆剤となった。また、外野の守備では強権を武器に5つの補い札を記録するなど何度もファームは明かせた。9月6日の福岡ソフトバンクホークス戦で来日初の1番中堅手として先発出場。失点につながる落球を2度犯したことで、ソフトバンク施設応援団九州高協会がいいぞ、いいぞ、マーティン。 センター開始、ホークス、とコールする動画がインターネット上にアップされ、物議を醸した。マーティンは、自身の失策について、プロ生活の中でも最悪な経験、最悪なツイタッチだったと振り返ったが、翌日の試合では、長打性の当たりを止める、好守備に、C の芯から宇宙館へ11号に点本塁打を花綱など攻守で名誉挽回を果たした。 最終的に52試合に出場し、打率232、14本塁打、39打点の成績を残した。12月2日に年俸1億6000万円の単年契約でロッテに残留することが発表された。2020年は開幕戦のソフトバンク戦に5番右翼手でスタメン出場した。8月2日の楽天戦で8号本塁打を放ってから、 9月17日の埼玉西武ライオンズ戦でシーズン3度目の1試合2発となる21.225本塁打を放つまでマーティンが本塁打を打てば負けないという不敗神話があったが9月26日のソフトバンクホークス戦で3回裏に23号本塁打を放つもチームは敗戦し不敗神話の連勝は12で止まった8月には10試合で6つの支給を受け 9月27日のソフトバンク戦ではパリーグ対記録の1試合5支球を記録するなど投手の攻めが厳しくなっていたこともあり10月には16試合で打率1571本塁打3打点と調子を落としたが最終的にはチームトップの25本塁打井上春地下に次ぐチーム2位の65打点を挙げるなど打線を牽引し外野手としては 鈴木誠也と並び12球団トップタイの8補殺でチームの危機を救った。しかし、10月21日の西部戦で左足を痛め、負傷退場。立川市内の病院で左足関節粘座と診断され、翌日に出場選手登録を抹消された。11月4日には治療のため、アメリカに一時帰国し、そのまま一軍に昇格することなく11月9日に、 レギュラーシーズンを終えたが、11月5日には、ロッテと2年6億3000万円で契約延長に合意し、後日正式に契約を交わす予定ということが発表された。前述のように10月に調子を落としたこともあり、リーグ23位の打率、234に終わったが、出塁率は同6位の382をマークし、0.1を超えれば一流とされるアイセドは、 山川穂高に次ぐ同2位の0.148という優秀な成績を残した。強肩強打が特徴の外野手。メジャー時代は堅実な守備と一塁到達3.57秒を記録する瞬速にヒットエンドランやドラッグバントのような小技も得意とするタイプだったが日本ではパワーヒッタータイプとなりチームを牽引。マーティン自身メジャーでは外野の守備範囲や 投塁数を重視していたが、日本ではパワーを求められるので、体重を増やして臨んでおり、アメリカのメディアからも、その進化を称賛された。肩の強さは、メジャー時代から定評があり、レンジャーズ時代には、時速1 6 0トルの早球で補い札を記録し、MLB 公式サイトの特集、外野手の最速本塁早球トップ10で5位にランクインした。 ロッテでの背番号79は、秋番号の中から、同じキューバの出身で、シカゴホワイトソックスの主砲、ホセアブレイユと同じものを選んだ。また、同じく、キューバ出身で、2016年までロッテに、在籍していたアルフレド・デスパイネとは常に連絡を取り合う中だという。タイムリーヒットや、ホームランを放った際のコメントとして、当初は、次も頑張り。 マーティンというコメントを残すことが多かったが、ZIP でタレントのマーティンと対談したことがきっかけで、ホームランを放った際は、彼の決め台詞でもある、イエス・マーティンというコメントをベンチ前のカメラに向かって残すことがお決まりとなっている。日本では女優の広瀬アリスに顔立ちが似ていると言われており、2020年7月15日には、 アリス本人もツイッターでこの件について言及した。その際には似ているかどうかについては疑念を持っている。風だったが、8月5日に再度この件について、言及した際には似ているということを認めた。これを受け、パリーグ TV は7日、アリスの妹で女優の広瀬すずに、顔立ちが似ているとされる、オリックスの坂木原翼と絡めて、今夜、パリーグ、広瀬姉妹対決が、 実現といった動画を投稿した。なお、この試合で、マーティンと坂木原の直接対決は2打席に三振を、喫し、惨敗したもののチームとしては、坂木原を3回で降板させ、試合には勝利している。その他の記録、ありがとうございます。